いろんなところでもう AI の力を借りようとかいろいろ考えてるんですけど、なんかもう少しもう何かが足りない、何かが足りないね。やっぱり私がその AI で感情認識やった時もそうだったんですけど、なんかやっぱり全てをAI でやらせるんじゃなくて、なんかパラメーターとして扱うっていう方法か、もしくはなんかそのパラメーターの情報の何かがまだ足りなくて、いやもっと AI っていろいろできそうな気がするんですけど、今のところアートの中でっていうと、例えばね、なんかレンブラントの絵を全部学習させて、なんか似たような絵を描いて、それがなんかオークションに何億で落とされましたとかね、そういう話とか、あと写真を撮ったらゴッホ風の写真にしますとか、なんかルノアールの写真みたいな、レオナルドが描いたような絵のような写真とか、なんか何々風っていうのがあって、でまあそういうところで落ち着いておいた方がいいのかなとか思うんだけど、なんかそれもうほら推論とか語とか空いたところでいくと、推論していろいろ勝ち負けまでいくじゃないですか。なんかもう一歩踏み込んだ人のこう感情に近いようなところっていうのはいかないですかね。あ、そうです。研究する分にはいくらでもネタがあるので論文を書けるので、それは楽しいんですけども、実際にはなかなか難しいところですよね。難しいよね、ええ、いや私もそのニューロベイビーですね、一旦やったらなんかいろいろこう受けてしまったところがあって、やめられなくて、結局あれ1993年か4年ぐらいから富士通と一緒に始めて、その後京都の ATR 国際貴族基盤研究所に行ってもずっとやってて、2000年近くまでやったんですよ。で10年ね、7年ぐらい経ってと思ったことは、これ1993年に生まれた子供はだったら7歳、7歳の知性の方が全然すごいなと思って、こう成長していくんですよねとか、じゃあ成長って何とか、と学習するんですよね、学習して成長するってどういうこととか、なんかそういうところに行ってしまうとこう結構ダメっていうか、こうぐるぐる回ってしまうんですよね。だからそこが難しくて、その頃はですね、 AI はダメだとかいう話になって、あの頃は人工、知能からジェネティックアルゴリズムで人工生命みたいなのがね流行っていて、でも今やそんなものはどこに行ってしまってですね、またねディープラーニング人工知能復活みたいな感じですよね。どうですか、そのあの2000年までの間って何されてました。いや人工知能は、あんまり使い物にならないなって言われてて、ちょうどそのニューロデイリーの名前についてるニューラルネットワークも一旦流行ったんですけれども、うーんっていうところで一旦しぼんでしまったんですよね。しぼんでしまって で 結局何が原因だったかっていうと、技術的には要はそのコンピューターのパワーが足りなかったってことなんですよね。いわゆる今ディープニューラルネットワークって言いますけれども、当時使っていたニューラルネットワークの、なんか1万倍とか10万倍ぐらいのお化けみたいなニューラルネットワークを使って、今のこう人の認識とかそういうことをやってるわけですよね。だからそれは、もうちょっと平たく言えば、人間がそこでコンピューターが何を学習してるかっていうのはもうすでにわからないところですよ。そんな感じですよね、ええ、そうですね、ええということですよね。だから今日さっきね、ファッションショー見ていただいたんですけれども、あともう一つはね、私ちょっと最近驚いてることがあって、こういうそのサウンド、音で作ったこの振動から生まれたものをハイスピードカメラで撮って、作ったものをですね、こうやって映像にしたときに、じゃあいろんな人がじゃあプロジェクションマッピングとか映像作品が面白いんじゃないかってことでいろいろやってたんですけれども、去年あたりからエプソン、映像でねプロジェクターを割と
なんていうんですかね、プロジェクターってよく使うので、エプソンとの共同研究というのを始めたんですよ。プロジェクター事業部と話をしようと思ったら、あの紹介されたのが実はデジタル斡旋事業部で、でこういうことやりたいんですとかちょっと言ったら、まあ、非常にうまくですね載せられまして、今これファッションにしてるんですよね。でそうするとね、今までびっくりしたのは、今まで関心を持たなかった人たちが非常に自分事として関心を持ってくれるんでしょう。でそこにすごく驚きました。今だからファッションにしていろいろこう Facebook とかいろんなところで上げてやると、購入できるんですかとかですね、まあいろいろ着たいとかですね、そういうふうな自分のものにしたいという所有欲をですね、まあなんかそういう欲ができてくるみたいなんですよ。その辺っていうのはやっぱり機械でなんかするっていうことはできないところで、まあ非常に面白いなと思うんですが、どう思いますか？写真だから映像で見てると、こう他人事では綺麗だなっていう感じで、そんな所有、これを見てね、所有したいっていう人は100人いて、せいぜいまあ5人から10人いたらいい方だと思うんですよ。でそういう人がギャラリーで買ったりするんですけれども、服にしたらもの、その少なくとも10倍から20〜30倍ぐらい増えるんですよね。この差っていうのは何なんだろうということを私は今ねちょっと知りたいなと思って、いや服は愛ですよね。でそれでそのサウンドをポチャンっていうサウンドじゃなくて、もしかしたら他の芸術の分野からも、先生よく昔ジャズの近藤利典さんとかとコラボされてましたよね、はい、そのジャズの音とかを音源にしてやるとか、その辺で振っていくとすごく面白いものができそうな感じがしますね。もそれね、やってる人いるんですよ。あ、そうなんですか。そうそう、で、だってやらなかった。なんか海外のアーティストがやってたんで、いろんな音楽のマイケル・デイビスをなんとかで作りましたみたいなやつ。いや、これはちょっとここに近づくとまずいまずいと思って、私はペナルにサイン派でやってたんですね。あ、サイン派で。サイン派で、周波数変えていろいろやっていましたところ、それでね、でもそれでも結構面白いって言ってくれる人がいて、まあいろんなテレビ局でこう、まあ、ライブでいろいろやってたんですね。そうすると、あ、今なんか赤ちゃん泣いてますけど、赤ちゃんの声でやったらいいんじゃないっていう人がいて、でそれで、で即刻でもなかったんですけど、1ヶ月ぐらい考えて赤ちゃんの声でやってみて、その赤ちゃんの、まあ、親御さんに見せたらすごい喜んでくれて、それがもうすぐもう京都で一番1ヶ月で150人生まれている足立病院の理事長とのところに連れて行かれて、産声っていう感じでできました。あ、なるほど。音は結構いろいろにいじることができて、今サイン波っていうのは、単純にプーっていうものすごく一番単純な音ですよね。そうそうそう。で、速攻を始めて、いろんなエフェクトをかけて、エフェクトじゃなくて、大体ね、それで、それでうちの学生、兄弟の子が、どの周波数でどの形ができるかっていうのを全部調べ上げたんですよ。はいはい、それで論文書いて、やったら計算したら、あ、や、実験をしましたら 20Hz から 70Hz なんですよ。じゃないと上がらないんですよ。だから結構低い。あ、なるほど。ウーハーとかで出るようになると、いや、もうギリギリ人が聞こえるギリギリですよね。そうです、そうです、はい、そうです。だから高い声って全然ダメで、だから周波数下げるんですよね。だからまあそういうこうこともいろいろやっていて、でもうちょっと言うとね、その辺の話をすると、音って振動でしょ。振動って結構根源的なことで、我々の心臓も振動とは言わないけど、まあそれに近いし、
私たちが住んでいる地球も、まあ、振動とは言わないけどそういうものがあるし、割とこの振動っていうものはこの生命にとって結構かなり近いものなんじゃないのかなと、親近感のあるようなものだと思いました、いや音って結構あのそういう親近感とともに、はいはい、あとさっき言ったうちの空間情報科研究センターなんですると、はいはい、あの場所と紐づくっていう特性もあるんですよね。で今日ちょっと話したときにブライアン・イーノ、はいはい、現代音楽の、環境音楽、ね、で彼は本当に環境に音を埋めたくて、ニューヨークの JFK じゃない、ラガーディアの空港の中のこう BGM 用にあのサウンド・オブ・エアポートとかっていうのを、うんはいはい、作って、あれは有名ですよ、YouTube で出てきて、何やこれって。でラガーディアは私たち行ったことないんですけれども、行ったことありますよ、ね、結構ちっちゃなニューヨークのちっちゃな街中の空港です、ね、あのシカゴの空港だと、あのでかユナイテッドのハブなので、はい、ターミナルとターミナルを結ぶ地下通路みたいなのがあって、そこであのこういったあのオブジェみたいな、はい、プロジェクター系のものと、あのユナイテッドのテーマソングとサンドオブラブソングとか、ジャズの、はいはい、あれがこうスーッとなってて、スーッとこう空間が200m ぐらい、はいはい、あそこ撮るとあシカゴに来たっていうか、シカゴと紐づいてしまうんですよ。なるほどね。ああいうのもいいなと思って、うんうんうん、なんかあのこう絵画系でもプロジェクションされるんであれば、ここそこのプロジェクションという場所と紐付けるといいんじゃないかなというふうに思いますよね。みんなのこうメモリーというか、みんなの記憶にこう紐付けられる感じ。そうですよね。いいですね。まあ、このニューヨークもそうですけど、ね、あ、これちょうどこれニューヨーク。タイムズスクエア。あ、タイムズスクエア。タイムズスクエアっていうと、僕は1990年にタイムズスクエアの、うんマクドナルドで朝食を食べていたら、一ドル札がバッとばらまかれてたので、あ、なんだこれ、拾ったら、それでカバンすられたっていう、痛い思い出だったんですけどね。あまり。はめられてるだけじゃん。でも目の前に一ドル札があったら、あのちょっと動揺しますよね。まあね、落とし物で出してあげようっていうような、良心的な考えもありますよね。言えてる。それはそう、タイムズスクエアってね、すごい物騒なとこなんですよね。今もそうなんですけど、いや私たちがやってた時も物騒で、ちょっと裏通り入ったら本当に危ないっていう感じで、でそのね、タイムズスクエアで私がやった、私も参加させていただいたプロジェクトがこうミッドナイトモメントってプロジェクトだったんですよ。でそれはね、1980年からやっていて、なん でそのアーティストを1ヶ月毎夜毎夜、ミッドナイトの11時57分から3分間毎夜毎夜こう上映させてあげる。でしかも上映してもらったアーティストにまあ金を払ってニューヨークまで来てもらうような、仕組みも作ってるんですね。それタイムズスクエアアートっていう NPO なんですけれども、そこがやったプロジェクトで、なんでそのプロジェクト始まったかというと、1980年、先生が行かれたのは1990年ですけど、1980年頃からもう本当に昼間でも治安が悪くて一番危なかった時代ですよね。そうで、そのアートでもってね、パブリックアートでもって、その辺を一掃しようということで、あのトランプでちょっと有名になったあのジュリアーニ市長っていう人がそれをやって、40年ぐらいずっと続いてるプロジェクト、すごいなと思って、いやいや、それの2017年の4月のアーティストで、その仕事してる時に何度もこの言われたのは、1980年代我々が始めた時に、もうあのビルボードって1分間1000万円ぐらい取るようなね、まあプロジェクターというか装置じゃないですか。だからそういったところを、まあ、貸してくれる企業があんまりなくて、カウントダウンの、一
つだけ、昔東芝って書いてあった上、一つだけから始めたんだよっていうことを何度何度言ってましたね。そう、だからこう、それはね、なんて言うんだろう、ちょっと AI から外れますけど、アートの力っていうのは意外となんかそういうところにあって、でもう40年経って平日の夜11時57分にあんなに人がいる今ちょっとコロナ禍で減ってますけど、コロナ前はあれぐらいのこう観光客がたくさんいて、まあちょっとまだ物騒だけど、まあそういったところに戻せるっていうのは、まあ、非常にこうアートの力をこう垣間見たっていう気がしました。先生のところもなんか東大でもなんかアートやってますよ。どうですか？なんか関係ない。いろいろあって、一つはそのサイン派じゃないんですけども、カオスっていう現象があって、うん、ランダムに普通にこうサイコロを振るよりはちょっと規則性のあるような現象をちょっとだけ難しい方程式で表す。多分式っていうと y=3x っていうような式になると思うんですけど、いわゆる一時いやいやいやちょっとだけそれ難しくすると、ちょっと A とか B っていうパラメータを動かしてあげればサバサバサっていうすごい模様が A にローレンツの A にできたりするんですよ、ね、はいはい、でこうぐるぐる回っていくやつ、うん、ぐるぐる回ったりする、もういろんなパターンが、もっといろんな複雑なパターンができるんですが、それを利用して、服のデザインをしたっていうのが先生がいらして、その相原和樹先生というの、それデザインだったんです。で今その生産研駒場の六本木から駒場に移ったんですけど、では、そのアートと工学の狭間のところをまさに研究してて、ユニバーシティブカレッジブロンドンの先生も招聘していろいろやってます。あとはあの人ですね、スイカのデザインとかした、はいはい、いましたね、名前が出てこない いや工業デザインの先生も呼んで、インターサーデザインの先生ね、あの先生もこう呼んでいろいろ遊んでるっていう感じで、ちょっとだけまあ僕も手伝いさせていただいてるっていう感じですね。あ、はい、非常にそのインテリアカレッジオブロンドン、あれロイヤルカレッジじゃん、ロイヤルカレッジオブロンドンじゃなかった、いやインテリアカレッジオブロンドンでですね、あそっちの方、はいはい、のそことそこのアート学部と一緒にやってるんですね。何をなんかプロジェクト、その服ではないですけども、こういうオブジェ系のもので、まあなんか僕は芸術の不素養がないので語れませんけど、なんかいろいろとこだわりがあってこうですよって言われて、はい、コロナがなかったら見に行けますので、ぜひどうぞ。はい、なんか展示されてる、展示されます、特別に開けた先生ですから、ちょっとありがとうございます、見に行きたいと思います、はい、はいはい、ということで、まあいろいろお話ししましたけれども、もうまあファッションの話をちょっとあんまりできなかったんだけれども今はですね、ああいう形でファッションをしてまして、まあ行けるとこまで行こうかなと思って、少しだけこのエプソンのデジタルナッセのことを説明すると、まあ通常服っていうと柄を全部染めてからこうまあ作るんですよね。そうじゃなくて今はこう自分染めるところだけをこうイラストレーターとかパターンを作って、そこだけインクを入れるっていうような非常にこうエコな、やり方をしていて、でそれで服が作れてしまうので、実はね、あの服一人だけプロのパターンナーさんを雇ってお願いしてるんですけど、もう私が着てるようなこういう、まあ、割と大きめのなんか割とカチッとした服はパターンナーさん一人を雇ってやってるんですが、あとのこうシャツ系の服っていうのは実は京大の学生がミシンで塗っております。いやもうびっくりしましたね、最近の家庭科で男女あんまりもう全部ミシンを習うそうなんですよ。でね、意外と
工学部の学生がうまいんですよ。で、すごいのがいてですね、私の授業を取った学生で、アート、カルチャー、テクノロジーというか、授業を取った学生で、工学部の、物理科の学生がいて、先生、僕、服縫えますよって言うんですよ。どこで覚えたの、そんなのって言ったら、学部出て、その後、万端デザイン研究所で、そこでパターンで1年間勉強してきて、でまた大学院戻って物理工の勉強をしていて、で今うちで働きながらその服も作ってて、将来は消費されないファッションデザイナーになると。今工学部でそういう志望がどうしたってことだよ。いや、ボスボスいますよ。いますか。本当にそういう人たちが今日売ってくれた服なんですよ。だからいわゆる、まあ、Z 世代だよね。学校生はほぼ Z 世代で、でこの人たちがいいという服を今日皆さんにお見せしてるんですけれども、まあ同じです。東大にもそのミシンの、ミシンはいないですけど、東大で僕 の、 あの下にいた、あ今教授に上がりましたけど、ね、やつが、はい、あの環境に凝ってて、はい、富士山とか西表島の音を拾ってきて、はい、それを家庭でも聞けますよっていうのシステムを作ったんですよね、ライブ で、 でそれをあの結構ビクターが持ってくれて商品化もされてて、うん、ずっとこう、うん、家にスピーカーを置いてると、うん、富士山のこう野鳥の鳴き声が聞こえるとか、そういうシステムですね。それを聞きながらこういろいろやるとリラックスする。そうですね。でそれとさらにこうプロジェクションマッピングを組んだこう展示を、うん、あの外環自動車道が、はいはい、あの延伸するときに、外環ってあの東京のこう一番環状通りもう一回り外を走ってやつが、はい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 、ちょっとある部分が新しく開設するってトンネルができたんですけども、そこをあの開設記念でそこのトンネルを利用してこういうマッピングして音と合わせてっていうのを2年ぐらいでやってましたね。それもやっぱりなんか芸術的に刺さるらしくて、うん、なんかアルテラ風ななんたら芸術賞とかっていうの日本で初めて取ったとか言って、賞金100万円とか取ってきてました、ね、いや、いい傾向だと思いますよ。いや、もう本当我々ね、ちょっとあの若い人ちょっとそういう風に後ろ押しをしながらですね、こう変えていきましょう。はい、ぜひ。いや、何の話してるか分かんないけど、はい、じゃあ最後にですね、もう一度あのそういう新しいもうファッション業界の人ではない我々がちょっと新しい Z 世代を巻き込んだ形でファッションショーをしているのを、見ていただいて、終わりたいと思います。先生、どうも今日来ていただいてありがとうございました。お呼びいただきました。ありがとうございました。